南相馬市小高区では昨日ウクライナを支援するための写真展が開かれました。この写真展は小高区で旅館を営む小林智子さんなどが企画したもので、現地の消防士が撮影した不発弾の写真や爆撃で被害を受けた小学校の写真など300点が展示されています。それはやっぱりね、早くロシアの撤退を望んでて、やっぱそこでまたもう一度生活、普通の生活ができるようになったらいいなっていう思いですよね。小林さんはこれまで募金で集まったおよそ150万円をウクライナに寄付していて、今後も支援活動を続けたいとしています。